どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルダです。バージョン 2.6 がついに来ましたね。今回の新キャラは1人ということで、J キャラのランハについて無凸持ちの解説をしていきたいと思います。ランハに関しては虚数の全体攻撃持ちになっていますが、一番の特徴は撃破型というところですね。しかも結構自己バフが多くなっています。ですが自己バフもチャージなどの火力を上げるためのポイントを押さえておかないといけないキャラとなってますので注意が必要です。ということで今回はランハの初日の無凸持ちの評価をしていきたいと思います。性能面はもちろん高円錐などの装備面、編成なども話していますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速やっていきたいと思います。まずはランハの戦闘特徴を見ていきたいと思います。ポイントは3つですね。まず1つ目、必殺技で火力を発揮ができるキャラとなっています。まず必殺技以外に関してなんですが、特に特徴がないようなところとなってます。通常攻撃は単体、スキルは全体というところですね。このあたりはアルジェンティと似てるところになるかなと思います。ですが、必殺技によって発動できる強化通常攻撃が強力なキャラというところですね。これが一番の特徴となります。まず必殺技を発動するだけで追加ターンを獲得します。その際に弱点撃破効率プラス 50% と撃破特攻プラス 30% されます。これだけでランハの火力がぐっと上がるんですよね。さらにこの時に欠員状態というものに入りますので、通常攻撃は強化され3回攻撃できるようになります。3回攻撃が終わった後は専用のチャージを消費して通常攻撃強化モードは終了というところになります。効果時間は短いところがありますが、火力を最大限活かすにはこの必殺技が重要となっていますので、意外と大事なところというところです。ランハに関してはこの必殺技をいかに回せるかが肝になってきますね。ではポイント2つ目です。撃破特攻ダメージと超撃破を強化するというところですね。ランハには必殺技、テンプ、追加能力に撃破と超撃破に関するバフが多く採用されています。これがランハの強みというところになります。性能的には強化攻撃への依存度が高いなというのはありますが、弱点撃破をした数で性能が強化されるものがありますので、しっかりと弱点撃破を狙っていきたいというところがあります。バフとしては4つほどですね。必殺技に関しては追加ターンの獲得、弱点撃破効率と撃破特攻が上がります。さらにテンプで消費チャージ1つにつき追加の弱点撃破ダメージがプラス 50%、 さらに削陣値もアップします。追加能力も2つあり、1つは超撃破のダメージアップとなってます。これは削陣値 60% ほどを転換するようになっています。もう一つは攻撃力を3200まで上げると弱点撃破ダメージが最大プラス 8% されるというものになっていますね。これをうまく活用するとランハの撃破ダメージを伸ばせるというところになります。意外と大事なところになりますね。それでは続いて3つ目です。EP 効率にも恵まれているというところですね。これだけ必殺技が必要というキャラになっていますが、意外と EP 効率面でも恵まれています。これに関しては追加能力で精鋭以上を弱点撃破するとチャージを1つ EP を10回復するっていう効果があるためです。精鋭以上の敵っていうのが条件になりますが、回復できる要素はあるということですね。また必殺技による強化攻撃ですが、こちらも EP が回復するようになってます。必殺技を使った後も EP を貯めることは可能ですので、ガンガン使っていくのが大事っていうところですね。ランハに関しては必殺技の発動から火力を発揮できるアタッカーというところになります。バフも大量にあるため弱点撃破の回数に依存するところはありますが、敵の数が多いほど力を発揮できるようになっています。このあたりは知恵らしい性能というところですね。それでは続いてランハの覚えておきたい性能についても紹介していきたいと思います。こちらは3つですね。まず1つ目、攻撃力は3200を目指すというところです。これに関しては先ほど紹介した追加能力が影響しています。こちらに関してですが、攻撃力を上げることによって撃破ダメージの強化ができます。これがあるとないとではダメージに差が出てきます。そのため、頭打ちとしては3200がラインとなってますので、この数値を目指すのが大事というところです。また、奇跡自体にも攻撃力アップするものが多いので、こちらもしっかり獲得して伸ばすっていうのも大事になりますね。続いて2つ目、弱点撃破は誰でもいいというところです。ランハの弱点撃破によって獲得できるチャージについてですが、これは味方の弱点撃破も有効となっています。ランハが必ずしないといけないというわけではないですね。なので味方も遠慮せずどんどん攻撃をしていくというのが意外と大事になります。ランハだけに任せない方がいいというところですね。続いて3つ目、強化攻撃で超撃破を強化できるというところです。
衝撃波のダメージ転換は強化攻撃をしてダメージを与え、かつ削陣地の 60% 分となります。これに関しては敵の撃破後にダメージを与えれているかどうかっていうのが対象となりますので、衝撃波でダメージを出したい場合はチャージのストックと強化通常攻撃を意識するようにしましょう。何波に関してですが、弱点撃破のバフが多いと言っていますが、効果を発揮するには弱点撃破によってのチャージ獲得やタイミングっていうのが重要となります。これを間違えるとちょっと火力が出しづらいっていうのがありますので注意しましょう。わかりづらいなっていう場合はとにかく弱点撃破を意識するといいかと思います。続いては何波の凸について見ていきたいと思います。何波の凸に関しては4凸までは欠員状態時の自身と味方強化や強化攻撃の削陣地アップなど火力面に関するものが多くなっています。そこからさらに凸を進めて貫凸までするとより高い弱点撃破ダメージを狙えるようになります。何波の凸を見てみると必殺技に起因したものが多くなっているんですよね。まあ、これは何波が必殺技のキャラっていうところもありますので、それに合わせたっていうところになると思います。では凸を目指すとしたらどうなるのかっていうところなんですが、基本的には2凸の強化で十分なのかなっていうところです。2凸で大体の強化攻撃の性能がアップしきるところがありますので、凸をするなら2凸までがベストっていうところですね。まあ、4凸までいけば味方の速度がアップするので、より味方も攻撃ができるとかサポートができるっていうところもあります。ですがそこに関しては編成上ルアンとかで賄えるところもありますので、無理に4凸する必要はないのかなっていうところですね。なので2凸ぐらいでいいのかなっていう判断をしています。それでは続いて公演性の候補について話していきたいと思います。まず一つ目はモチーフ公演性ですね。忍法町両乱浜です。こちらに関しては装備するだけで撃破特攻が 60% 上がり、 EP も30回復するため立ち上がりが早くなります。初動の30回復って意外とでかいですからね。また必殺技の後に通常攻撃をすると行動順が 50% アップするため、より撃破ダメージを狙いやすくなるっていうのがいいところですね。ここが速度のアップではなく行動順っていうのがかなり強い要素かなと思います。またこの公演数に関してですが、知恵の公演数に関しては撃破特攻が上がるものって少ないんですよね。それがアップする公演数っていうところでも貴重なものかなと思います。続いて2つ目、調和が沈黙した後になります。これに関しては凸をすると最大 56% の撃破特攻を獲得することが可能となります。さらに速度アップもありターンを回しやすくなるっていう特徴はありますね。またこちらの方が優先される理由としては、撃破特攻を漏れる知恵の公演水がモチーフとこれしかないからです。なので撃破特攻を漏る要素としては優先度が高いなっていう公演水になってます。モチーフ公演数を引かないとなるとこれを選ぶ人が多いのではないかというとこです。続いて3つ目、霊剣です。こちらレア度の低い公演数ですね。スキルの発動によって EP を8から10に回復することが可能となっています。まあ、貫突はしやすいのでだいたい12になるかなと思います。ラーハに関しては必殺技を使わないときは EP 回復でスキルを使うことが多くなりますので、その発動条件と相性がいいんですよね。また長期戦になればより必殺技の回転率を上げる要素となってきますので、候補としてはありというところになります。続いて4つ目、絶え間ない演算です。こちらに関しては装備するだけで攻撃力がアップし、さらに攻撃が命中すれば5層のバフを獲得することが可能となります。バフの条件と相性がいいんですよね。また3体以上のヒットで速度アップもできますので、各攻撃と相性がいいというのがあります。霊剣と絶え間ないに関しては同じぐらいの優先度かなというところですが、可能なら星4の調和が沈黙した後がいいかと思います。続いて異物の候補についてです。異物に関しては光害を一掃摂取敵ですね。こちらがいいかと思います。何波に関しては攻撃力と合わせて撃破特攻も上げる必要があるため、こちらと相性がいいんですよね。装備だけでは撃破特攻を盛りづらいところがありますので、今の環境としては敵がいいのかなと思います。またセット効果の 250% を達成しようとした場合ですが、何波に関しては超撃破編成と組むことが多いので、味方のバフを受けて達成することが可能となります。そうなってくるとより撃破と超撃破の防御無視の恩恵を受けやすくなりますので、性能的にも編成的にも相性がいいかと思います。今のところこれが一番かなというところですね。ただし条件の 250% 達成がかなり肝になるかなというところですので、このあたりは味方の異物もしっかり確認する必要があるかと思います。続いてオーナメントについてです。オーナメントに関しては盗賊広告タリアですね。こちらがいいかと思います。
こちらに関しては装備するだけで撃破特攻がプラス 16% 漏れるというのがありますので、撃破条件の緩和になるかと思います。また条件は厳しいですが、速度が145以上目指せれば撃破特攻の数値を 20% 伸ばせるため、高円錐としてもうまく合わせていきたいものとなりますね。このあたりルワンと高円錐で賄えるところかなとも思います。あとは厳選次第というところですね。それでは続いてメインステータスについてです。メインステータスに関しては、銅は攻撃、靴は速度、弾は攻撃力、縄は撃破特攻となります。縄に関しては EP 効率でもいいのかなっていうところですね。このあたりは撃破特攻次第かなと思います。続いてサブステータスです。速度、撃破特攻、攻撃パーセント、耐久系というところです。今回速度が最優先なのはタリアンのためですね。なるべく盛りたいところというところです。続いてエンドコンテンツのためのステータスというところです。実際にクリアした時のステータスを参考にしています。まず HP に関しては3100以上あるといいのかなというところです。耐久値が低いキャラですので、なるべく HP は高い方がいいですね。そうなってくると防御も800から900ぐらいはある方がいいです。攻撃力に関しては爆の恩恵を受ける3200以上です。撃破特攻は 160% 以上です。速度は145以上というところですね。またこちらの撃破特攻に関しては注意があります。撃破特攻に関してはルワンや調和主人公のバフに合わせて調整をするのがいいかと思います。160としていますが、人によっては140などになる人もいるかもしれないですからね。必ず調整をしてください。また速度に関してはタリアンの条件を満たせるように、こちらもルアンのバフを利用していきましょう。ルアンのバフをうまく利用すれば136とかでもいいと思いますので、だいぶ緩和されるのかなと思います。続いて編成についてです。今回は3つ紹介しています。まず1つ目、ランハ超撃破編成ですね。メンバーはランハ、調和主人公、ルワン、レーサとなります。現在の超撃破編成をランハ軸にしたものとなります。サポートキャラに関してはもう完成されたキャラですね。この編成の特徴としては全体攻撃が多くなりますので、まとめて敵を倒せるっていうのがいいところです。また速度、防御無視、撃破火ダメなどバフデバフ両方とも相性がいいっていうのがポイントですね。ただ蛍編成との違いとしては、炎弱点を無理やりつけるってことができませんので、敵を選ぶっていう編成になっています。続いてはリガキン向けの超撃破編成です。メンバーとしてはランハ、調和主人公、アスター、ギャラガーとなります。超撃破編成が揃っていない時に組める編成というところですね。先ほどのメンバーから変えてるところです。ただこちらの編成に関しては結構突条件とか重要となります。特に大事なのがギャラガーですね。ギャラガーに関してですが、突条件によっては回復面によって扱いやすさというのが変わってきますので、注意が必要になります。最低に突はしときたいというところですね。またアスターのところに関してですが、こちらはペラにして防御デバフを狙うのもありです。防御デバフは超撃破と相性がいいところがありますので、氷弱点持ちだった場合はペラを使うのもいいかと思います。それでは続いて3つ目です。耐虚数弱点特化編成です。メンバーはランハ、調和主人公、銀狼、ラセツとなります。虚数弱点がなくても銀狼がいることで効率よく戦える編成というところになります。また銀狼に関しては防御デバフもありますので、火力アップが狙えるっていうのも嬉しいところですね。ただこちらに関しては銀狼で弱点をつくっていう手間がありますので、できれば虚数弱点持ちと戦わせた方がより効率がアップして戦いやすくなるという特徴があります。最後の編成に関しては初期の限定キャラが使えるので、このあたり持ってる方からすると組みやすいのかなというところですね。ただ SP 消費が激しい編成ではありますので、扱いとしてはちょっと難しいところがあるかもしれません。今回紹介したランハの編成は3つというところになりますが、まだまだいろいろ試したい編成がありますので、またそれは後日動画の方をアップしていきたいなと思います。続いてはエンドコンテンツの使用感について話していきたいと思います。まず1つ目、ランハに関しては虚数弱点があれば結構活躍できるっていうキャラになってました。これに関しては撃破キャラっていうこともあって、虚数弱点さえ相手が持っていれば効率よく戦うことが可能だったからです。とりあえず人生さえ削ってしまえば、その後どうにかしてダメージは出せるっていうところがありますからね。そういったところでは接待もあって虚数弱点があれば安定して戦えたなっていうところがあります。ただこれがあだになる部分でももちろんありますね。それが2つ目です。弱点がないとちょっと厳しいっていうところですね。虚数弱点がなかった場合ですが、火力を一切発揮することができないっていうのがあります。弱点撃破のダメージになりますので、どうしても人生削りに左右されるんですよね。
そうなった場合、属性相性が結構大事となりますので、強化攻撃の弱点無視を活用したり、味方で弱点付与をしたりっていうのが重要になるかと思います。この点が結構大事かなと思っていて、今は接待されているので問題はないなっていうところなんですが、今後の影響がちょっと怖いなっていうところです。ランハに関してはこの弱点がないっていうところが結構気になってて、ホタルとかブートヒルのイメージで使うのとちょっと違うんですよね。もちろん全体持ちなのでそれをしてしまうと強すぎるっていうのがあると思うんですが、そこは今後どういった影響が出るのかは気になるところかなと思います。ただ今は接待されているので強いなっていう感覚です。それでは最後です。バージョン 2.6 実装初日のムトツムモチランハの評価というところですね。3つのポイントで見ていきます。まず1つ目、一通り試しの感想というところですね。これに関しては全体超撃破型として火力が非常に高く使い勝手が良かったというところです。ランハに関しては自身の撃破特攻バフが多いというのもありますが、超撃破に関するものもあるため、これが結構嬉しい要素なんですよね。超撃破に関するバフがあるかどうかでダメージが変わりますので、これはついてて良かったなと思ってます。特に良かったのが、会心率並みに依存した火力を発揮するわけではなかったので、弱点さえつければ安定した火力を出せるっていうのが良かったです。弱点撃破に慣れてれば、意外とこの点は扱いやすい全体アタッカーだなと思いますね。遅延のキャラでもこの点に関しては特殊なところがありますので、編成の揃え具合によってはちょっと難しい人もいるかもしれないです。ただ、この弱点撃破っていう点に関しては懸念点もあります。それが次です。弱点付与がないのが今後の心配っていうところですね。ランハに関しては自己バフが豊富なのが嬉しいっていうところがありましたが、ホタルやブートヒルのように弱点を付与することができないのが難点です。その代わり弱点無視はありますけどね。なんかそのあたりがホタルブートヒルと違う部分かなっていうところになります。ただランハに関しては全員攻撃がありますので、それで全員付与となると強すぎるなっていうのはありますが、何かしら弱点付与できるキャラを採用する必要があります。それか弱点持ちと戦う必要があるっていうところですね。しかもルアンのような撃破効率キャラが必須に近いところもありますので、作陣地に関する点が結構難点かなっていうところです。虚数弱点持ちがいなかった場合、一気に扱いが難しくなるので、高難度でも活躍の幅っていうのが難しくなるのかなと思います。そこだけはちょっと気になりますね。それでは最後、ガチャを引くかどうかについて話をしていきたいと思います。こちらに関しては知恵キャラの中でも結構おすすめのキャラかなと思います。知恵のキャラで全体攻撃持ちという点では、会心率や会心ダメに頼る味方が多かったので、ランハの弱点撃破さえできれば火力が出せるっていう面はかなり魅力的かなと思います。ほんと今までの知恵キャラの中でもかなり特殊と言えるかなっていうところですね。しかもこの性能に関しては、リカキン編成でも強力な火力が出せる性能となっていますので、全体攻撃持ちとしては欲しい要素があるかなと思います。もちろん、高円錐などハードルが高いところはありますが、弱点撃破でダメージが出せるっていうところを考えると扱いやすい部類になるのかなと思います。似たようなキャラでアルジェンティなどを使っていますが、会心率並みの場合、どうしても高遠征の性能であったり味方に依存するところが強いんですよね。しかもそうなってくると編成した味方との相性っていうのがかなり出てきますので、ある程度超撃破編成が完成されていることを考えると扱いやすいのかなっていうキャラとなっています。個人的には知恵の中でもおすすめはできるかなっていうところですね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。